マジスカ学園は2010年にスタートした AKB メンバーによる学園ドラマ。前田敦子や大島優子など当時のトップメンバーがヤンキーに扮し、さらなる人気獲得のきっかけとなった。そのマジスカ学園で渡辺が演じたのがこのネズミという役。前田軍団対ラッパッパね。狭い階段ぶつかってもらいましょう。今夜限りの復活、渡辺舞のネズミにご注目。向井地美音でマジスカ学園のネズミをもう一度見たいです。どうぞ。あー、火鍋食うななんて久々だよな。やっぱ冬は鍋だよな。これはこれはマジ女の皆さん。あ、やばくね。てめえ何しに来た。決まってんだろ、マジ女潰しに来たんで。あ、でも今戦えるやつが邪魔が入ったか。次は潰しに来るかんな。助かった。でもこのタイミングパトカーって一体誰が。ああ、足ですよ。ネズミさん。喧嘩は力じゃねえ、頭使わねえとな。ありがとうございます。ほんと嫌いなんすよこういう仲間意識。ま、しょうがないっす、マブダチのためなら。Thank you。 ありがとうございました。ありがとう、お疲れ。見たかったやつ。見たかったやつ。いや、マジでもうやばいでやばい。もう当時の衣装と全部一式持ってきました。嘘。あ、もうじゃあ完全再現。本当だ。あ、もうそのまま。はい。震えてるやん。もう手が震える。嬉しすぎて。すごい。嬉しいよ。震えてる。こうやってなんかちゃんと一緒のシーンって本当にこれが最初で最後。痛かったやつ。感激です。生ネズミ。生ネズミ。生ネズミ。まあ生ネズミ。確かに良かったね。私マジスカ学園を見て AKB が好きになって。すごい、もう震えますね。どうでしょう福岡さんは。もう出てきた瞬間、もう見えた瞬間がテンション爆上げで、もう自分じゃないぐらいの気持ちで見てました。福岡なんかマユユとのエピソードみたいなの。一緒に舞台を見に行ったことがあって。2人で。そうなんです、2人で。そうなん。共通の趣味がその舞台見に行くことが2人とも好きで、チケット1枚余ってたんで一緒に行かないって言って。まあ、すごい。そう、なんか結構若手との交流も結構あるんすね。意外とあります、ね、実は。でも本当なんか当時そうやってテレビの前で見てくれてたみんなが活躍してくれてるっていうのが、なんかマジスカやってた意味があったなって。なるほど、いいね。こうやって本当に当時とやっぱ変わってないですか。ケンケンパンパン。ヒレはちょっと衰えたかな。